皆さんこんにちは。神奈川相模ラインです。最近、チャンネル登録者数が900人を突破しました。皆様、本当にありがとうございます。チャンネル開設1周年となる、2月までに1000人に到達したいと考えています。今後ともよろしくお願いいたします。今回は、東京モーターショー2017に行ってきたのでそれのレポートです。また、車の解説についてですが、特に説明不要な車については、写真だけをご覧いただきます。注目されている車などは解説を入れていこうと思います。そして、乗った電車の時刻表示は省略します。なお、今回はカメラの電池が途中で切れたので、途中からスマホクオリティの画像になります。ご注意ください。それでは始めます。毎度おなじみ本郷台です。このチャンネルで他の駅からスタートしたことはありませんね。はい。まずは京浜東北線で横浜まで行きます。横浜での降車シーンは撮り忘れたので東海道線ホームまでワープします。先ほど言った通り、東海道線ホームにワープしました。お次は東海道線に乗車します。これで新橋に向かいます。新橋まではカットします。なんと、機器に更新車両が来てくれました。私は、墜落インバーターが大好きなのでとても運が良いです。あとは座れるかどうかですね。新橋に着きました。ここからはある列車に乗り換えます。まあ、東京モーターショーがどこで開催されるのか、ご存知の方はすぐにわかるかと思います。このホームを見てわかりましたかね。そうです。ゆりかもめに乗ります。もちろん最前列に座りたいので、今停車している列車には乗らずに次を待ちます。はい、来ました。意外と運転間隔が短いので、すぐに来ました。車両は新型ですね。ゆりかもめはあまり詳しくないので、何系か、まではわかりません。そして皆さんご存知の通り、ゆりかもめは普通の鉄道ではなく、新交通システム、という方式で、車輪はゴムタイヤとなっているので、静かです。めちゃめちゃ競争率が激しい、最前列の席は、果たして取れるのでしょうか。同行者がいるので、できれば二人掛けの方がいいです。はい。なんとか確保することができました。それでは前面展望をご覧ください。ですが、今回は、鉄道がメインではないのであまり、前面展望を取っていません。ご了承ください。さて、ここはレインボーブリッジです。いい景色を期待していましたが、結構障害物があり、あまり景色を楽しむことはできませんでした。逆に、レインボーブリッジ以外のところの方が景色がいいですわらわら。ほらこの通り、レインボーブリッジよりもこっちの方が景色がいいですね。そしてようやく、今回の目的地である、東京ビッグサイトが見えてきました。京巨大ですね。展示場、レイモン駅に着きました。車内は思いのほかあまり激しい混雑ではありませんでした。もっと混んでいると予想していましたが、国際展示場、レイモン駅から徒歩数分で会場に到着しました。やっぱりとても大きい建物です。開門の1時間前、各国時頃に到着しましたが、意外と人は少ないです。そして入場開始時間です。人がぞろぞろと、ゆっくりと会場に入っていきます。この時のワクワク感といったらもう、言葉には表せません。ちなみに、ここからは写真オンリーになりますので、ご了承ください。また、視聴者さんが迷子にならないように、地図付きで動画を進めていきますので、迷子問題に関してはご安心ください。まずは、東新展示場に向かいます。入り口から一番遠いところから攻めていきます。東新展示場に向かうまでの道は、ものすごく長いので、動く歩道が設置されています。東京駅の京葉線乗り場までの通路のような感じです。これはスズキのクロスビーです。近々の発売を予定しているそうです。ハスラーのワイド版という感じですかね。車内はこんな感じです。実際に後部座席に座ってみましたが、中の広さにあまり不満は感じませんでした。
新型スペーシアです。2018年発売とのことです。ウプ主的に言うと、現行モデルよりも好みのデザインになりました。こちらは、E サバイバーという車です。その名前の通り、電気自動車です。しかし見た目はオフロードカーです。未来のジムニーなのかな、とか勝手に予想してますわらわら。ホンダの高級スポーツカーである NSX です。めちゃめちゃかっこいいです。が、価格的に到底手が届きません。しかし、一度は乗ってみたい車です。それにしても、NSX はどの角度から見てもかっこいいですね。660です。軽自動車ながらオープンカーという、今となっては珍しいスタイルの車です。昔はたくさんあったそうですがね。運転するのが楽しそうなので、これも一度は乗りたいです。F1 レーシングカーですかね。詳しいことはあまり覚えていません。にしても、実際にレーシングカーを見るとテンションが上がるものです。というコンセプトカーです。この車は AI と自動運転機能が搭載されている電気自動車です。ドライバーの表情や声からストレス状況を判断し、安全運転のサポートができるらしいです。これはホンダライディングアシスト E というバイクです。手を離しても転倒せず、自動でバランスを取ってくれるハイテクなバイクです。手を離しても転倒しないのはなぜか、中の構造がどうなっているのか非常に興味深いものです。これは、ホンダスポーツ EV コンセプトです。デザインが個性的ですね。私はこういうデザイン好きです。人工知能と EV を組み合わせているそうです。似たような車種として、ホンダアーバン EV コンセプトもあります。この2台の前と後ろには、小さな画面がついています。ここにはいろんなことを表示できます。ヤマハなのですが、あまりバイクには興味がないので四輪車を1台だけ見て次に行きました。バイクも一応ささっと見ましたけどね。続いて川崎ですが、こちらもバイクなのでほとんどスルーします。川崎の代表的な塗装のバイクだけ撮影して次に進みます。このバイクですが、三輪タイプです。これはちょっと興味があります。安定性が高く、運転していても疲れにくそうですね。カルソニックは、レーシングカーの展示がありました。GTR レーシングカーといえば、この色ですよね。車の模型です。この中にボッシュの製品がいくつか含まれているんでしょうね。電気自動車の構造についてなるほどと思ったことや、よくわからんと思ったところもありました。CX-8 です。発売日は12月14日だそうです。かっこいいけど高いですわらわら。アテンザです。
これは個人的には大好きな車です。なので後部座席に座ってみました。結構広く、とても快適です。これはビジョンクーペという車です。マツダが最終的に目指すデザインを表現したそうです。マツダが目指すデザインの最終形ということなので、非常に興味深いものであります。続いて、カイ、コンセプトです。この車は、主に、マツダが CO2 削減に力を入れたものとなっています。スカイアクティブ X を搭載しています。デザインも現実的なので、批判されないかと期待しています。これは、次世代 EV のコンセプトカーです。最高出力が 200kW 以上、航続距離が 400km 以上と、素晴らしい性能を誇っています。プロジェクト1は、アーマーゲイの設立50周年を記念して作られました。F1 マシンに搭載される 1.6 リットル、V6 ターボエンジンと4つのモーターで1000馬力以上を発揮する化け物です。EV スポーツカーの i8 ですが、ボディカラーがフローズンイエローとなっており、全国限定4台のみの販売だそうです。これは、8シリーズのコンセプトです。8シリーズということは相当お高いんでしょうけど、デザインがそれ相応にかっこいいので一度乗ってみたい車です。私、個人的には、プジョーのデザイン好きなんですが、話すことが特にないので、解説はなしです。イケアフォーミュラという会社の車です。私はこの会社をよく知らないのですが、名前的にフォーミュラカーを作ってるんだなぁというのはなんとなく伝わります。まあ、この車の場合はフォーミュラカーではないですがね。
三車体には、救急車が展示されていました。私の街で見かけるのは、エルグランド的なやつとハイエースだけなので、キャラバンの救急車は多分見たことないです。この車はよく、ラリーなどで活躍していますよね。ご存知の方も多いのではないでしょうか。この車を見て、どこよりも印象に残った部分は、ボディの表面です。特徴的な加工がされています。三菱ふそうのコンセプトトラックは、理想の電気トラックのイメージだそうです。実現したら面白そうですね。Eキャンターには乗車してみました。小型のトラックは意外とアイポイントが高いんですね。中型トラックである、フォワードの運転席にいます。私は、中学生のため免許はないので、コックピットは憧れの場所です。やっぱりかっこいいです。ちなみに、外観の写真は撮り忘れてしまいました。ご了承ください。この車は、未来の宅配車を想像して作られたようです。デザインがかなり独特なものとなっていて、これが本当に走ったら面白そうですね。今度は大型車である、キガの運転席にいます。すごく座席がしっかりしているなという印象です。また、アイポイントは非常に高くなっています。外観はまた取り忘れました。ご了承ください。レンジャーのラリーバージョンです。日野は、ラリーでかなり優秀な成績を収めているので、ラリーバージョンの展示があります。残念ながら、ウプ主は日野の詳しい成績は知りません。優秀であることは知ってますが。今度はジュトロの運転席にいます。先ほどのキャンターとどっちがいいかと聞かれても、となりますね。素人のウプ主には違いがわかりません。車、バス、トラックが好きなことは確かですが、運転経験がないのでわからないです。新型クオンの運転席にいます。個人的に内装が素晴らしいと思いました。今さっきまで見学をしてきたトラックの中で一番好みの内装です。というのが前編です。前編だけでえげつない長さになってしまいました。さあ戦。後編は昼食休憩からスタートです。後編は1月の投稿になるかと思います。お楽しみに。